キュート、これからまず第3コーナーに向かいます1周目でありますがカルストン・イーデンそして中からはリード・パーセン外からスータカヒーローおのおの一馬審感覚でこれから第3コーナーに向かいますその後は2馬身差、西野ライデンそして一馬審差、内をついてクラウン・ルイヤーが行きましたその後は一馬審査、8枠のマルブツファースト、イチオシ・マサル。 後方からはおよそ4馬身ぐらい離れました。4馬身から5馬身差。フレッシュボイスは後方待機。さらに1馬身差。須田ホークが最高峰であります。これから各馬は第4コーナーまず1周目かかってまいるところでございますが、カルストニデンが先頭に立っております。このあたりリードを7、8馬身、9馬身と差を広げてまいりました。 リードパーソンが2番手に続きます。その後はまた4。馬身ぐらい左行っておりまして、鈴高ヒーロー西野ライデンうちからはクラウンルイヤーであります。一応、しまさる。そして丸渕ファースト後方はおよそ4。馬身から5バシン。馬身差フレッシュボイス最後方2。馬身ぐらい遅れまして須田ホークが行っています。これから1周目、スタンドはカルストンイーデンであります。カルストンイーデンが会長に逃げています。 リードはおよそ10馬身ぐらいでありますスタンド中央でありますそして2番手の位置にはリードパーソンが行きました3番手は1バシン差鈴高ヒーローそして西野雷電と言っています さらにはイチヨシマサルクラウンままだ各馬を抑えておりますその後は1馬身差、丸仏ファーストそして後方からは4馬身ぐらいの差フレッシュボイスは相変わらず後ろから数えて2投目でやります、最後方はおよそ4馬身ぐらい遅れまして須田ホーク相変わらず最後方待機で向正面に入ってまいりました。 カルストンイーデンがさあ先頭でありますがリードが3馬身ぐらいとやや詰まってまいりましたリードパーソンが3馬身から2馬身と差を詰めてまいりまして今度は2番手の位置に上がってまいりますその後は2馬身差西野ライデンとスータカヒーローその後は1馬身半差クラウン・ルイヤーちょっと手が動きました丸仏ファーストがいっています遅れまして3馬身差フレッシュボイスはようやく今中段に接近 1000m を通過その後は3馬身ぐらいの差一吉勝交代須田ホーク相変わらず最高峰須田ホークは最高峰であります 三コーナーのカーブ過ぎにかかってまいりました。また、カルスト・イン・イデンです。首から半馬身、石馬身のリード。リードパースン。手が動いて、二番手、スーダカ・ヒーローを差を詰めました。そして、西野ライデンとマルブツ・ファーストがスパートを見せました。マルブツ・ファーストがスパートを見せて、一気に三番手から二番手。リードパースン交代。西野ライデンとフレッシュボイス。スラホークも後方から、今、中段に一気に。 さあ先頭をうかがおうという足路でぐんぐん伸びてまいりましてあと400の標識を通過フレッシュボイスは馬場の真ん中どころ西のライデンは交代しましたさあ直線コースに向いていますが先頭は丸仏ファースト丸仏ファースト先頭リードが1馬身ぐらい外からスダホーク外からスダホークさあ通高ヒーローいっぱいフレッシュボイス伸びてきたフレッシュ伸びてくるが今4番手から3番手をうかがっているさあ先頭丸仏ファーストか外からスダホーク外からスダホーク丸仏ファーストスダークファーストスダホーク その後にはスータカヒーローそしてフレッシュボイス関東馬、須田ホークが外から内は8番の関西馬、丸仏ファーストこの2頭の叩き合いでした。